なんで日本人は国の象徴を過小評価するんだ？もっと誇りを持った方がいいのに。皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。国旗は国家の象徴。学校や議会、国際会議などの公的機関や公的行事で掲揚されるほか、船舶や軍隊の所属を示すためにも使用されています。日本の国旗といえばもちろん日の丸。学校や役所などの入り口に掲げられているのを日常的に見かける人も多いことでしょう。今回ご紹介するのは、世界最高の国旗を決める投票における日本の国旗の評価が外国人の間で話題となっていたニュース。その投票結果では、日本の国旗だけが過小評価されていたそうなのですが、一体どういうことなのでしょうか。また後半では、日本の国旗に似ている世界の国旗についても詳しくご紹介いたします。日の丸について。一般的には日の丸と呼ばれている日本の国旗、正式名称は日照旗といい、太陽をデザインしたものとなっています。なぜ太陽をモチーフとしているのかというと、農耕民族だった大昔の日本人にとって、太陽はとても大切な存在で信仰の対象となっていたから。推古天皇の時代、聖徳太子が隋の煬帝へ、日出ずるところの天使という表現を使った国書を送り、飛鳥時代末期に国号を日の本と命名したことからも、太陽を重視していたことがわかります。太陽をかたどった旗が使われるようになったのは、645年の大化の改新以降。文献に初登場したのは797年の食日本儀となっています。食日本儀によると、文武天皇は701年の朝賀の儀で、儀式の場の飾り付けに日像の旗を掲げたとのこと。しかし当時の旗は白地に赤丸ではありませんでした。歴史的に見ると、太陽を赤色で表現する国は少なく、一般的には黄色や金色で表現。日本でも平安時代末期までは太陽は赤地に金丸だったようです。現在のような白地に赤丸のデザインになった明確な理由は不明ですが、一説によると源平合戦の結果が影響しているとのこと。平安時代末期の源平合戦では、兵士が朝廷の象徴である錦の御旗と同配色の赤地に金丸、源氏が白地に赤丸の旗を掲げて戦い、源氏が勝利しました。平家が滅亡し、源氏による武家政権が始まると、源氏の末裔を名乗る代々の将軍は白地に赤丸の日の丸を掲揚。天下統一を成し遂げた証として受け継がれていったとされています。またこれとは別に、日本では古来紅白が縁起のいい配色とされていたことから、白地に赤丸が定着したという説もあるようです。ところで、日の丸が日本の国旗になったのはいつ頃からなのでしょうか。そもそも国旗の起源は、戦場での所属を示すための軍旗。今日のような使われ方が世界的に広まったのは、各国が海を渡っての活動を始めた17世紀頃からでした。当初は船の所属を示し、区別するための印であった国旗は、戦争の時代に突入すると役割が変化。国旗はナショナリズムの象徴となりました。日の丸がこのような使われ方をし始めたのも、世界的な流れと同じで江戸時代の末期から。幕府は船舶用の国籍標識として日の丸を導入し、1870年1月制定の商船規則において船舶用の識別旗として日の丸が制定されました。その後は船舶に限らず、日本の国籍を示す旗として日の丸は一般化。
しかしこの規則では日の丸が国旗であると正式に定められたわけではありませんでした。日の丸が正式に日本の国旗となったのは1999年8月に国旗及び国家に関する法律、通称国旗国家法が公布されてから。またそれまでは日の丸のデザインに厳密なルールはなかったため、旗のサイズや紅白の比率などは適当でしたが、この法律によって詳細な決まりを制定。旗の縦横比は2:3、円の直径は縦の5分の3で、中心は旗の中心とし、地色は神聖と純潔を意味する白色、日照は博愛と活力を意味する紅色とすることが決まりました。ちなみに明治時代には日の丸のデザインが美しく洗練されていたことから、イギリスやフランス、オランダなどが日の丸を500万円で売ってほしいと正式に依頼してきたのだそう。そのような大金は財政難にあえぐ当時の明治政府にとっては喉から手が出るほど欲しいもの。しかし国旗を売り渡すことは国家を売り渡すことと同等であるとして、政府はこの申し出を断ったと言われているんですよ。世界最高の国旗を決める投票結果が、イギリスの YouTube チャンネルが実施した世界最高の国旗を決める人気投票の結果が海外で話題になっていました。この調査には世界各国の1万245人が参加。ランダムに表示される20カ国の国旗を最低1点から最高5点までの間で評価する方式となっていました。評価を続けたい人に対してはさらに20カ国ずつの国旗を表示、1人平均108の国と地域の旗を評価したそうです。その結果、1位はカナダ、2位は香港、3位は韓国、4位はイギリス、5位は南アフリカ、6位はノルウェー、7位はスコットランド、8位はウェールズ、9位は日本、10位はアイスランドという順位に。調査によってランキングは変動するかと思いますが、今回の調査で特徴的だったのが日本人参加者の回答でした。各国旗に対するそれぞれの国民による評価点と外国人による評価点の差もまとめられているのですが、255の国と地域の中で日本だけが自国の国旗を過小評価。逆に言えば日本以外の国は皆自国の国旗を過大評価していたのです。この調査結果に対し、海外のネット掲示板などには様々なコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。日本とカナダの国旗はシンプルで覚えやすいよね。アメリカ、イギリス、オーストラリアの国旗は似たり寄ったりのデザインと色だから、世界への影響力が大きな国の一つでなかったら覚えるのは難しかったと思う。僕が由来をちゃんと知っている国旗は日本の日の丸だけ。三色旗とかは種類が多すぎて、どの国のものなのかが時々わからなくなってしまう。僕がすぐに思い出せる国旗はアメリカ、日本、カナダ、イギリス、中国、インド、スイスあたりかな。欧米諸国における日本文化の絶大な影響力や日本人のイメージの良さも、日本の国旗が海外から高く評価される要因になっていると思う。白地に赤丸のデザインを見た多くの外国人がそこに完璧性を見出しているのが興味深いよね。日本のミニマリズムの美学が国旗でも発揮されていることがよくわかるよ。国旗は簡単に識別できるものであるべき。日本のようにシンプルなのが一番だ。紋章は確かに美しいと思うけれど、国旗の中にあると混沌とした印象を与えがち。あと三色旗に関しては個人的に好きではない。日本の国旗のようなシンプルでインパクトのあるデザインが理想的だと思う。
自国の国旗を過小評価している国があると聞いて、それは間違いなく日本だと直感的に思ったよ。日本人は謙遜ばかりしているからね。正直言って日本の国旗は完璧だ。シンプルで分かりやすくて、日本という国を見事に要約しているよ。日本にはもう一つ、旭日旗という旗が存在します。旭日旗は太陽光線をモチーフにした赤と白の線をシンプルな日の丸の周りに交互に配置したデザイン。現在の日本の公的機関では自衛隊が使用しているほか、大漁旗や出産、節句などの祝い旗として日常生活でも使われています。こちらの旗のデザインについては、韓国や中国は軍国主義の象徴だと批判していますが、外国人からは概ね好評。シンプルにユニークで美しい、力強さが感じられるといった好意的な声が多く寄せられているそうですよ。日本に似た国旗。海外の国旗の中には日本の国旗に似ているものもあります。そのいくつかを由来とともにご紹介いたしましょう。1. バングラデシュ。バングラデシュの国旗は日の丸の白地が濃い緑地に変わっただけの色違いで、日本の国旗にそっくりです。その理由は、バングラデシュの初代大統領が国旗を決める際に日本の国旗を参考にしたから。同国のシェイク・ハシナ首相は講演会のために来日した際、日本の美しさに魅せられて国旗のデザインのモチーフとして日の丸を選びました。国旗の背景の緑色は豊穣なバングラデシュの自然を、赤い丸は1972年の独立までに流された国民の血を表していますと発言していました。ところで国旗をよく見ると、丸が少し左に寄っているのがお分かりいただけますでしょうか。実はこれ、風になびいた国旗が綺麗に見えるための工夫なんですよ。2. パラオ。パラオの国旗も日本とほぼ同じ円の配置、青地に黄色い丸が描かれています。バングラデシュの国旗と同じく、旗がなびいた時のバランスを考えて丸を少し左寄りに配置。明るい青は美しい海、黄色は海を照らす満月を表し、パラオの豊かな自然を象徴するデザインとなっています。パラオの国旗が日本の国旗にかなり似ている理由は、こちらもバングラデシュと同じく日本の国旗を参考にしてデザインされたから。パラオは1994年に独立してできた比較的新しい国で、かつてはアメリカが統治。そして第二次世界大戦中は日本軍が占領していました。その時に日本軍が行った教育により、パラオの教育水準は上昇し、産業、教育、文化が発展。そのためパラオがアメリカから独立する際に、日本の国旗を模したデザインを採用することになったそうです。 3. グリーンランド。我々の旗という意味のエルファラソープトと呼ばれるこの国旗は、寒さが厳しいグリーンランドに広がる氷の大地から昇る朝日をデザインしたもの。赤い半円は太陽を、白い半円はグリーンランドに数多く存在する氷山や氷を表しています。この赤色と白色はデンマークの国旗に使われている色と同じもの。このことはグリーンランドがデンマーク領であるということも暗示しています。 4. ラオス。ラオスの国旗は1975年にラオス人民共和国が成立した際に制定されたもの。赤は独立する際に流れた血の色、青は国の豊かさとメコン川、真ん中の白丸はメコン川に昇る満月と共産主義による国の統一を表しています。共産主義を象徴する旗は中国の国旗のように
星が使われているのが一般的。そのため共産主義国であるラオスの国旗に月が使われているのは非常に珍しいパターンなんですよ。5. マケドニア。マケドニアの国旗はアレクサンドロス大王の父であるフィリッポス2世の黄金の棺の文様をモチーフにしています。中央の丸は太陽が美しい南国の自然を、中央から伸びる8本の線は世界中に行き渡る明るい太陽の光を表現。赤色には自由と進歩を求める戦い、黄色には生命と喜びという意味が込められています。1992年に採用されたかつての国旗には古代マケドニア王国の紋章であり16本の光を放つベルギナの星が描かれていたのですが、これに対してギリシャは猛反発。そのため光線の数を半分に減らした現国旗が1995年から使われるようになりました。またこの国旗は日本の陸上自衛隊や海上自衛隊が使っている旭日旗によく似ていますが、韓国や中国は旭日旗に対して日本の軍国主義の象徴であると反発することが多いですよね。そのため一時期は韓国のネットユーザーからマケドニアの旭日旗使用に抗議しようという声が上がったこともあるそうです。6. キルギス。キルギスは1991年のソ連崩壊に伴って生まれた史上初のキルギス人による新興国家。1992年に一般公募で新しい国旗を制定し、イスラム国家としての連帯感よりも伝統と文化を優先させた民族色の濃いデザインの国旗になりました。国旗の中央にデザインされているのは草原に輝く太陽とキルギス人が使う移動式テントユルトの天井部分を組み合わせたもの。背景の赤色はキルギス人を民族としてまとめ上げた英雄で、伝承叙事詩でも歌われているマナスが使用した色と言われており、勇敢さや勇気を表しています。また太陽の黄色は平和と豊かさを表現したもの。40本の太陽光線はマナスがまとめ上げた国内の代表的な部族の数を表しています。ちなみに伝承叙事詩マナスとは8世代にわたるマナス一族が多民族の統治者による侵略に抵抗するためにキルギスの民衆をまとめ上げて戦う様子を描いた物語。9世紀から10世紀に作られた1000年以上の歴史を誇る一大長編叙事詩となっています。まとめ。日本の国旗は地味だとか質素といったイメージを持っている日本人も中にはいますが、究極にシンプルな日の丸のデザインは外国人からはクールだと高く評価されていることが分かりましたね。また世界の国旗は支配者や政治体制の変化、独立、植民地化などによってたびたび変わることも少なくありません。そう考えると日本の国旗が長い歴史の中でほとんど変わることなく脈々と受け継がれてきたことはとても素晴らしいことだと思います。さまざまな歴史的プロセスを経て現在の形になった日本の国旗、そこには日本に対する人々の思いも詰まっています。これからも私たちはその歴史とともに日本の国旗を誇りに思い大切にしていきたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。